どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ、マサニーです。そして JK 金沢店長の高台です。そして警察の総記です。さあ、ということで今日は3人でフリートーク会ということで、はい、ラジオ会ですね。はい、はい、何も決めずに、はい、本当にお話をしようという会でございますよ。はい、まあ、かなり緩い会になると思うんですけど、まあ、最後までお付き合いくださいということで、何話しましょうかね。まあ、夏なんで、はい、動画上がってるのは、まあ、8月ぐらいかな、うん、なんで、まあ、夏服のお話でもしましょうかね。はい、まあ、この前の動画とかで、最近買った夏服を2人の紹介してもらってるんですけど、はい、やっぱシャツが多いですか、今年は。気分的に2人とも。そうっすね。やっぱガラシャツ？ガラシャツっすね。それガラシャツ買う時のなんつうかこだわりみたいな、はい、あり、二人ともありますか？あります。ある。高校でもある。うん、ありますね。うん、ね、どういう感じのね狙ってんの最近は？僕は、うん、多分前の動画でも言ったんですけど、うん、なんだろうな、こう花のアロハもすごい好きなんですけど、はいはいはい、なんとなく、うん、なんだろうな。まあ、新品とかも買うことが増えたんで、はい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 、なんだろう、こう古着にはありそうでないみたいなのは結構買うかもしれないですね。はいはいはい、うん、なるほどね。あんまりこう、なんだろう、陽気すぎないっていうか、なんていうんですか、南国感がそんなに強くない。多分僕ってロン毛ですし、はいはいはい、ヒゲも生えてるんで、うん、なんかやっぱ色も黒いしね。そうなんですよ。そうアロハゴリゴリのなんか花のアロハ着ちゃうと、はいはいはい、結構現地感が出ちゃうんですよ。いや確かに、でもそれでも羨ましい。それでもかっこいいですね。なんかちょっとそこよりもなんちょっと私服っていうんですか、ちょっとなんだろう、はいはいはい、悪いおじさんっていうんですか、ちょっとなんか色気ある感じの方がいいな。そうそう、なんか好きなので、はい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 、なんかそういう意味ではモチーフ系とかの方が、はいはいはい、花以外のモチーフとかの方がなんか惹かれちゃうみたいなのはあります。まあ、派手すぎるとカジュアルすぎる、うん、そうですね、みたいな。そうですね、そうですね。で、ちょっとやっぱガラシャツって子供臭さ出ちゃうじゃん、どうしても。間違えちゃうと、間違えちゃう、はい、サイズと色味と柄を間違えると、はい、うん、割とちょっと子供見えするから、うんうん、そこは外して、そうですね、大人っぽく、はい、ちょっと色気のある、うん、いいか悪い大人みたいなイメージでこう選んでるみたいな、うんうんうん、あとあれですね、なんかあんま結構総柄って、うん、モードっぽい雰囲気にもこう触れちゃうものもあるじゃないですか、ものによっては、まあ、デザインっぽいという。あ、そうなんですよ、はいはい、アート調すぎるとか、確かに、ね、なんかなんでそうだとまたちょっと僕のやりたいイメージとは結構変わっちゃうんで、ああ、そっか、そうなんかそういう、うんうん、なんだろう、おしゃれというよりは、うん、なんかもうちょっと遊び感のある感じの方が、うん、はいはいはい、なんか僕個人的な好みだったりはします、ね、なるほどね、はい、で早期どんな感じでやってるの最近。最近は買う時のポイントとしては、うん、結構生地とオープンカラーっていうところは結構こだわっているポイントです。去年が結構シャツはそんなに着てなかったんですけど、まあ、コットンとかポリエステルのシャツを買ってたんであんまりこだわりがなかったんで、うん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 、ってなった時にちょっと着てて汗をかいた時とかに、うん、やっぱ自分にすごいストレスになるなって思っちゃったのが去年だったので、はいはいはい、なるほどね。なので今年はかっこいいなと思っても、うん、コットンとかオープンカラーじゃないと踏みとどまるっていう、うん、ああ買わないやつを決めたわけだ。そうですね、はいはいはい、買わないものを買わないラインを引いたっていう、ね、なるほどね、感じですね。はいはいはい、ああ、なるほどね。じゃあ今後こう狙っていきたいものとかある、この夏。まあ今真夏じゃん、で、はいはいはい、ちょっと北陸は割とジメジメして嫌な夏じゃん、はいはい、北陸の夏って嫌な感じ、そうですね、湿気が多めの、湿気が多めの、本当の、本当に嫌だわ、はいはい、過ごしにくいです、間違いないです。だってそのね、北陸のジメジメした夏にこの着たい服とかはありますか、うん、今から狙いたいもの、パンツでもいいし、はい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 、トップスでもいいし、アクセサリーでもいいし、うん、なんかこう、最近これ狙ってんすよ、うん、のはありますか。僕は、うん、やっぱりガラシャツは今年何枚買ったの、はい、今期。そうっすね、まあでもまだ2ヶ月ぐらいで相当買ってない、ま、そうっすね、6、7着ぐらい。あ、でもそんなもん、まあそんなもんです。結構最近その新品も買うようになってしまったので、そう、なんかヴィンテージのガラシャツってあんまり
ないじゃない。ない、弾がないよね、まずない。なんかこうネットで調べててもそんなに、どっちかというと無地のレイヨンだったりとかの方が引っかかったりはするんですよ。確かに確かに。なんで柄ってこうビビってきたのはなくて、どっちも一個の新品も可愛いなって、結構一個の単価が割と上がってきちゃう。ああそっか、ってのはあるんで、そんなに数は買ってないですかね。はいはい、なんですけど、まあでもまだ柄シャツは多分、どっちかというと僕もなんか T シャツが今あんまり気分じゃないし、そうっす、なんかしっくり来ないみたいな、っていうのも僕なんか髪最近結ぶようになって、なんか T シャツを、結構いろんな古着屋さん、この T シャツかわいいだったりとか、買い付けだったり、JK で、うわこれ俺自分用で欲しいなみたいなのもすごくあるんですけど、来た時に、あなんかシャツの方が今ハマってるのかなって思って、自分の中で、はい、自分の中しっくりきてるっていうのがあって、なんでなんか柄シャツでも無地半袖シャツとかでもいいんですけど、なんか割とシャツの方が今また増やしたいなっていう感じなのと、まだシャツ見るんで、そうですね、柄シャツだよ、そうです。シャツの方がやっぱり楽ちんって、ここが詰まってないから結構その地面ね、暑くて張り付いちゃうからね、そうそうシャツはね。今年特にもうなんか5月ぐらいからめっちゃ暑いじゃないですか。じめじめ。多分7月とか8月とかになってくるともっともっと暑いと思う。確かに予想もあるんで、なんかシャツの方が、まあなんか楽ちんだなっていうところなので、やっぱシャツをまだまだ探してるっていうのと、あとはなんか僕あんまり小物系増やさないタイプなんですよ。あそうだよね。結構なんだろう、もらったりとか誰か友達から買ったりとか、なんかそういうので結構買っててあんまり増やさないタイプなんですけど、確かになんか物というかストーリーで買うもんね。あ、そうなんです、なんかお守り的なのが僕の中で結構コンセプトというかあるんですけど、なんかちょっと今なんかリングとかもまたちょっと増やしたいかな、ちょっと気分変えたいんだ、はい、思ったりとかはしてます。なるほど、ね、はい、早期は今年まだ夏ちょっと買いたいものとか買い足す予定のものとかあります？買い足す予定ですね。ガラシャツは、まあまあまあ。ガラシャツ、ガラシャツ、あなた何枚買いました？この2ヶ月ぐらいで。何枚？大体何枚ですか？トータルで、半袖シャツだけで30枚。マジで?1 ヶ月毎日違うもの着れるんじゃないかな。まあ、ヴィンテージ、新品関係なく、そうですね。かっこいいのは、買い足しちゃうみたいな。そうですね。狙ってるというか、ビビッと着たらっていう。スタイルに合ってかっこよくなれれば、それは買うっていう、そっかそっか、感じですね。ああなるほどね。でこれからもまたちょっとガラシャツは見たい。ガラシャツはずっと継続してみたい。結構2人ともちょっと今期は、まあ、たまたまっていうか、なんかお互いやっぱり一緒に出勤する機会が増えて、今こう狙ってる服とかこれかっこよくないみたいなのを結構共有し合うんですよ。だったらだんだんなんか僕ら二人ともちょっと今ルーディーな感じというか、ちょっと男臭い夏のなんかスタイルっていうところで、なんかどうしてもこうガラシャツもね、あのお互い本当にガラシャツやばくないみたいなのを共有してるんだ。JK のラインナップもなんかそこにやっぱ準ずる部分もやっぱりどうしてもあるんで、結構ガラシャツ多めに買ってきたりとかして、なんかこれ私物欲しいみたいなとか、なんかそういうのを結構やってますね。なるほどね。じゃあまあガラシャツは見つつ、パンツとかはどうなの？パンツも結構気分があって、デニムよりシノパンがすごい気分で、今季はそうですね、はい、デニムのよりチノの方がちょっとクラシックに作れるというか、そうだね、はいはい、わかるわかる、ちょっとより男臭さっていうところが出るので、はいはいはい、はい、シャツもちょっと緩めにルードっぽく着てるので、でカンカン帽とかもあるので、よりちょっとクラシックっぽくスタイルを作りたいなっていうところで、確かにね、考えた時にチノパンの方が合わせやすい、結構合わせやすい、まあ作りやすいというか、そうですね、自分の目指してるスタイルは作りやすいのはチノパンになってきてるから、でも確かにいつも見てるスタイルにデニム履いてるとちょっとカジュアルすぎるというか、そうなんですね、ちょっとやっぱ若見しすぎちゃう感じだよね。確かにな。で今からちょっとアクセサリー的なこともちょっと増やそうかな。結構買ってるもんね最近も。増えちゃいましたね。いつの間にか。アクセサリーのこだわりなんかあるの？シルバーにしたいとか、まあ真鍮とかゴールドも使いたいとか、なんかその辺のイメージ、まあかっこいい、
きりいいでしょっていうのは当たり前前提の話で、うん、でヴィンテージがいいのか新品で格好があればとか好きな デザイナーさんがいたりブランドがいたりみたいな、そんなのないの？好きなブランドとかデザインとか特にないんですけど、うん、全部ビビッときたものっていう、うん、基本そういう買い方なので、まあ、ニュアンスだね。そうニュアンスで、あ、はいはいはい、これだと思ったものを、うん、に結構飛びついちゃうっていうところはでもこれだと思ったらそれしか見えないっていう感じになっちゃうタイプなので、はいはいはい、そうですね、それでリングもちょっと増えちゃったっていう感じにはなってます。なるほどね。まあ、高台は俺と一緒で、はい、夏でもブーツ。はい、そうですね。あ、だよね。うん、で、じゃ今からちょっと、今履いてるのは大体チペワか。チペワが多いですね。はいはいはい。はい、まあ、基本チペワのブーツ、はい、エンジニア、うん、はいはいはい、履いてて、はい、こうほぼローテもしてないよね、最近。そうです。最近は本当にこればっか履いてる。はいはいはい、はい。本当にこればっか。っていうのもなんかやっぱ、最近まあレッドウィングとか持ってたりとか、多分いろいろ紹介した5つ目のブーツとかいろいろ紹介して、どっちかというと今まではパンツをいろいろローテーションさせて、それに合わせてブーツを合わせていくっていう感じだったんですけど、なんか最近僕、あの、なんだろう、気分、これ気分なんですけど、めちゃめちゃモノトーンばっか着るんですよ。色あんまり使わなくなったと思うんですよ、去年と比べて。ってなった時に、なんかやっぱちょっと下は僕黒パンか今白パンしか履いてない。ああ、なるほどね。ですよね。なんでインディゴとかも履かないもんね。そうですね。そうですね。履かなくなりましたね。ってなった時に、なんかちょっとボトムスは少しあんまりボロボロとかも最近あんまりパッとボトムス履かなくなったんですけど、確かに、なんか多分ちょっと大人になったのかな。なんかちょっと、あの、ちょっとこう、大人っぽく、大人っぽくっていうか、なんていうんですかね、少しこう、洗練された、いや違うな、なんかこうでもちゃんとね、アップグレードされてるもんね。そうです、毎年というか、昔は、うんうんうん、昔っていうか去年とかは、うん、結構ボロボロでもうラフで汚い感じのがすげえ、全身ボロンとかね。そう、もちろん好きなんですけど、多分こう、うんうん、多分髪型とかもあって結構、うんうん、今また結び直してカチッとセットするようになってから、うんうん、なんかちょっとドレッシーな要素が、うん、あった方が、うん、今結構しっくりきてるみたいなのがあって、うんうんうん、まあ、その点こうチペアはなんかこう、まあ、ラストが細くて、ね、シャープなので、うん、よりなんだろう、足元にボリュームっていうよりかはちょっとこう、うん、シャープ見えして、シャープ見えさせるのもあって、はい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 、何かと入っちゃってるっていうところもあるんですけ ど、うん、なるほどね、でもまたエンジニアはちょっと欲しいです。何やってるんですか？エンジニア、欲しいエンジニアのヴィンテージのエンジニア、マスターが履いてるみたいな、はいはいはい、まあ、50年代60年代ぐらいのとかがあると超理想なんですけど、最近はやっぱその新品とかも全然あの気合いなくかっこよければ欲しいって感じなんで、国産のエンジニアだったりとか。おー、なるほどね、うん、やっぱりあの辺ってヴィンテージのエンジニアをモチーフにしてることが多かったりするんで、確かに、なかなかやっぱどうしてもヴィンテージのエンジニアって弾数がないっていうところもあって、いや探してもないからね、うん、なんか全然その辺ちょっと一発あの奮発して買っちゃうのもありかなとちょっと思って。ジャパンブランドのジャパンブランド、はい、あ、ちなみにジャパンブランド買うとしたら何ですか？何でしたっけ、福禄寿司です。あとキーストン、はいはい、キーストンバイカーブーツは ね、俺も昔からずっと欲しいね、はい、とか、まあ、マスターから教えてもらったというか、はいはいはい、新屋さんも入ってたり、あ、そうだね、新屋さんも入ってたりとか、まあ、ブーツに関してはもう、うん、頼る先輩がいるんでその辺にあの聞けば間違いない答えが返ってくる、まあ、最強の2人があの聞けば間違いないと思ってます。あともう本当、なんだろうな、例えば最近僕買ってるんですけど、あのトロフィーだったりとか、はいはいはい、あの辺のエンジニアもやっぱかっこいいなって思って、かっこいい、マジでかっこいい。あとまあ有名、最近多分増えてきたなと、あのクリンチとか、あ、はいはいはい、結構、まあ、インスタとか見てても、うんうんうん、なんだろう、そういうブーツがフォーカスに当たってきたりしてるんで、あ、その辺は、うん、まあ、すごいいいお値段はするんですけど、いや高いんだよな、はい、まあ、ずっとそれでなんだろう、ヴィンテージエンジニアを探し求めてる、はい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 、なかなか買えないのはもちろんいいんですけど、確かにな、なんかその辺で足元を作っちゃうのも、うんうんうん、なんかありかななんてのも最近は思って、まあそうだね、はい、あ、まあこうだよ、完全に僕の影響でエンジニアブーツ入りますからね。本当にそうですね、うん、その影響を受けて早期も、まあ、今日はたまたま履いてないけど、ね、ブーツも超好きじゃん。好きです、うん、で最近一番履いてるの何、ブーツは。
最近のコーダさん、自分のコーダさんと一緒で、チピアのエンジニア。ああ、全く同じやつ。同じモデルです。80年代ぐらいのチピアのエンジニア。ああ、履いてるんだ。うん、はい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 。で、これから欲しいエンジニアがあるの？もうすでに買っちゃったんエンジニアじゃないんですけど。あ、ブーツ、ブーツ、そうです。はい、欲しいブーツ。レッドウィングのブラックスミス。はい、わ、ブラックスミスいいね。何色ですか？ブラウンス。ブラウン。渋いね。うん、あ、ちょっと太めのチノが着るのもあるので、あ、なるほど、ね、ちょっと靴にボリュームを持ってきたいっていうところもあって、はい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 、なんで今回はあえて、そうですね、レッドウィングを選択したっていう感じです、ね、ただまあ我々ブーツの先輩から言わせてもらうと、網上げのブーツほぼ履かないある。そうなんですよ。めちゃめんどい、うんうん、でエンジニア超楽じゃん。超楽なんですよね。ズボズボだから、うん、確かに脱ぎ履き超楽で、うん、でね、これ俺まあ多分こうでも言われると思うんだけど、真夏の、まあ、ブーツじゃん、はいはいはい、我々、ね、まあ、だから年中年中ブーツじゃん。あ、そうで、まあ疲れないとか、うん、蒸れないとか、うん、めっちゃ言われない、言われます言われます、すごいっすねって、そうそうそう、言われるんですけど、ただ俺15年そのスタイルだから。そうっすね。なんかスニーカーの楽さとかが俺わかんないんだよね、うんうん、確かにそうです、ね、要は確かに、うん、なんか高台も今1年半ぐらいもっとか、はいはいはい、ぐらいブーツ生活、そうですね、まあ、エンジニア買う前は例えばブランドストーンとか、ブランドストーンずっと履いてましたし、はい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 、うん、なんで僕もブランドストーンはすごい軽いんで、あ、まあ、楽ちんなんですけど、はいはいはい、ソールも柔らかいしね、そうですね、でもその蒸れ、まあ、やっぱ蒸れますし、はいはいはい、なんだろう、うん、蒸れます。だから、まあ、だからブーツ特有の蒸れももちろん、もちろんあるじゃん、ありますけど、まあ数年ブーツ生活してるでしょ。そうそう、これ普通になっちゃう。だからなんか全然辛くないんだよね、そうそうそう、実は。そうです、うん、そうです、逆になんか多分サンダルとか履いてしまったもんなら、うん、逆に疲れちゃいそう。わかる、なんか軽すぎて、そう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 、あとソール薄すぎて、あ、そうなんですよ、足の裏痛くなんだよね、うん、本当です、うん、僕本当買い付けもブーツエンジニアで言ってます。だから俺もあの旅行とかよく行くじゃん、うんうん、だ1週間ぶち抜きで東京行くとか、うん、でその前は1週間以上ロングスパンで海外旅行行ってたりするんだけど、エンジニアブーツ1本で行くからね、うん、毎日エンジニアの方が楽なんで、楽っす、ね、まあ、実は、うん、慣れちまえば、そうですね、うん、まあ、馴染んでるし、そうだから、ま、革だから結局自分の足の形になるんだよね、うんうんうん、でなんか楽だから、それだからなおさら楽みたいな、うん、あとまあソールで、インソールで調節したり、そうですね、まあ、100均のインソールとかもで全然十分だし、うん、インソールで調節したりもできるし、うんうん、だからエンジニア超楽だよ、いや楽ですよ、楽です、めちゃめちゃ楽です、うん、やっぱ脱ぎ、それこそホテル行って靴脱ぐじゃないですか、うんうん、その、ね、すごい楽ちんだし、はい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 、もう朝ねちょっと寝坊してもパッとズボズボズボだからね、スッていけるんで、うんうん、めちゃめちゃ楽でかっこいい、ラミヤゲのブーツはね、あんま頻度ないんで。実はね。頼まれてるいやでもかっこいいし、持ってないとダメなのよ。そうっすね、そこは。そうっすね、そうっすね。そこはね、うん、持ってないとダメで、気分変えるときに、うん、今日は絶対靴脱がねえって時とかは、そうっすね、いいけど、うん、座敷の居酒屋とか一番目指せ。脱ぐときはまだええけど、うん、酔っ払って吐くとき、いや、ちょっと待ってて、全員待たす全員待たすから、そうそう、まあでもかっこいいから、うん、あの持ってないとダメだけどね、うん、そうなんですよ、ブーツ好きでとか、うん、そういうね、あのワークスタイル好きでとかアメリカンカルチャー好きでっていうなら、うん、やっぱり持っててどっちも履いて、うん、そういう感想を自分の中にないと、うん、その経験が自分の中にないと、うん、そうですね、ね、うん、その語ったり、うん、おすすめしたりでできないから、うんうんうん、その服好きアパレルの人っていう意味では、うん、まあ、持っといても損は、うん、まあ、全くないと思いますよ、そんな中一生履けますしね、一生履けますよ、どのタイミング買ってももうずっと手元に置いておけるっていう、そうそうそう、そこはまああるっすからね、うんうん、でブラックスミス買って、うん、でブラウンか、ブラウンです、ね、うん、まだ狙ってるとこないの、もうさすがに打ち止め、ブーツは打ち止めですか、ブーツは一旦、いやでもスウェードが欲しいなスウェード、ね、うん、スウェードっていうところですね、スウェードいいですよ、うん、スウェード、マスさんの見てかっこいいなと思って、ああ本当、うん、まあ黒ブラウン
スウェードはいるね。そうですね。この3本柱だから、うん、基本は、うんうん、基本この3本柱、うんうん、やっぱ持ってないとね。あと1個でとりあえずあと1個でコンプリート。コンプリートいつかスウェード持ってる、狙うなら次スウェードね。そうですね、狙うならスウェードですね。あ、はいはいはい。でそれはスウェードは網やりがいいの、エンジニアがいいの？スウェードだとエンジニアの方が。おー、うん、なるほど、うん、じゃあ狙うチペア。チペアはそうですね、チペアのエンジニア。そうですね。ちょっと古めの。そうですね。いやだからエンジニア、ねスウェードに関しては年代で毛足の長さが違ってくるから、うん、長い毛足の方がいいのか、ね、短い方がいいのかとかもあるし、うんうん、そこで年代わけ、うん、年代どの年代いくかだよね、うん、あ、まあそれちょっと本当見比べてみないと分かんないところなんだけど、うん、ブーツ好きからしたら長いやつ見たら、うん、あちょっと古め履いてるなって、うん、ちょっとグッグッとくるとこもあるね、うんうんうん、確かに、あでそういうとこ狙ってもいいんじゃない。まあだから勉強ですね、教えていただきたい。とりあえず迷ったら DM しよう。そうそうそう。マジでめちゃめちゃ DM 来たからね。その高台がもうブーツ超買ってる時期、はい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 、もうかっこいいの見つけたら、うん、まさにこれどうすか。めちゃめちゃ DM 来たもん。 そうですね、それはゴーだねとか、うん、いや待てよ、うん、それだったらこっちの方がとか、はい、その値段はちょっとなとか、うん、いや年代いやちょっと悪い良くないなみたいな、皮、うん、良くないわとか、うん、まあ僕はデータ全部入ってますから、うん、困ったらマスターやってそうそうそう、いや全然言ってくれ、もう言ってくれて写真送ってもらえれば、うん、これはと これはこういうことだよとか、そうです、すぐ送りますよ。心強いですね。いやもう本当にもう何でも言ってくれれば。え、コーダ今ブーツ何足持ってるの？僕は結構ま手放しちゃったのもあるんですけど、正直言えば、はいはいはい、今まあ今置いて今あるのは、うん、4、5足っすね。あ、なるほどね、はい、最近やっぱ黒に絞っちゃって、はいっていうか、あ、黒ばっか履いちゃってるから、はいはい、で買い足す気もそこまでないもんね。そうね、優先順位的に言ったらそこまで優先されてないもんね、うん、まあもちろんそのジャパンブランドのブーツ欲しいけど、はいはい、そこ優先で持ってきてないもんね。そうですね、あただやっぱりこれ履きすぎてて、はい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 、やっぱそうなると買い付けもこれ履いていくんで、うんうん、やっぱソールの消耗がやっぱ一重、そう、厳しいから、うんうんうん、なんだろうな、まあもう一個欲しい、黒のエンジニアがまた欲しい。両手で履きたい。そうなんですよ、そうなんですよ。確かに。っていうのは休ませたいもんね。そうなんですよ、そうなんですよ。ガンガン、まあ僕まあワークブーツなんで、はい、ガンガン履いてもう、うん、ケアも しないで、はい、ガンガン履くのも全然好きなんですけど、まあでもなんかね、やっぱこう毎日、うんうん、店頭に立つんで、どうしてもこう消耗が激しいから、確かにでそうなるとこれをリペアに出さなきゃいけないじゃん、はい、それが、はいはい、なった時にちょっと何を履こうとかってなっちゃうから、これの代替えとしてのもう一足もういいやつがあるとまあいいよね、確かにね、感じはありますね。でもスニーカーは履かないもんね。そうスニーカー履かなくなりました、うん、ああはい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 、でもスタイルが確立されてて、うん、今のスタイルにスニーカーっていうのが合わないなって、うん、自分的に思ってるので、うん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 、確かにそこからは本当に履かないですね、うんうん、今チペアのエンジニアと、うん、このフェラガモの、あ、フェラガモなんだ、はい、ローファーをメインで履いてる、うん、まあじゃあ本当足元は完全にレザーで、うん、そうですね、固めてちょっと大人っぽく、うん、はい、でドレスに行くか、ワークに行くかみたいな感じで使い分け、うん、ああなるほどね。でも確かになんか夏こそなんか例えばですけど髪ちょっとセットしますが、はい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 、革靴履くみたいなのは、うん、なんか結構おすすめ、おすすめというか僕はかっこいいと思うんですよ、はいはいはい、なんかどうしても夏になるとラフに全体に振りたくなっちゃうじゃないですか。確かになんですけど、あえてそこでちょっとまあ例えばハットかぶるとかもドレスの要素をちゃんと入れてあげるって結構おしゃれだなと思うんです、はい、確かにだからなんかね、そういうのいいっすよね。あ、うん、でその末端で締める、うん、そう靴なのか、うん、頭なのかで、そうなんですよ、ちょっとカジュアルよに寄っていてもそこで締めちゃう、うん、そこで締めてあげると、うん、ちょっと、大人っぽさも出つつ、うん、おしゃれ感も
見えてくるよねみたいな感じだよね。確かに確かに。うん、なんか僕知ってる美容師さん、美容師さんかな、うん、もうなんか同じこと言ってて、うん、なんかやっぱヘアスタイルをあえて、うん、なんかこうバチッとセットするとかっていうのって、うん、夏こそやるのかっこいいよねみたいな感じのを言ってて、あ、確かにそうやなって同じ思うなと。はい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 、はい、そうそう言って、じゃあそういうのを意識してるんで、こうですそうですね。僕のキャップとか好きですし、はいはい、確かに、うん、アスカ君でキャップをかぶってた方がなんか隠せたりとかして楽だったりするんですけど、まあ髪伸びたとかもあるんですけど、はいはいはい、なんかその方がなんかかっこよく見え、うん、まあ、他者に対してもやっぱその方が、あ、なんかちゃんとこうファッションしてるなというか、なんかそこバランス感があっていいなって思う。まあ、夏こそみたいなね。そう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 、あ、確かに確かに、なるほどね。そうなんそうなんですよ。夏のファッションで気をつけてるとかありますか？早期は。そう、うん、シャツはちょっと最近ラフめに着たいので、ちょっと緩めなサイジングを選んでるっていうところはあるんですけど、あ、なるほどね。ラフ、上はラフに行くんですけど、うん、コラさんさっき言われたみたいに自分も足元は革靴が多いので、うん、どこかで締めるっていうのが結構大事かな。はい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 、ラフすぎるとちょっとシャレ感っていうよりかは、うん、ラフに振りすぎてるなってすごい。まあカジュアルすぎるから ね、 そうですね、カジュアルに振りすぎてると、ね、ちょっと子供見しますからね。はいはいはい、夏だからこそきっちりっていうところは結構意識してはいます、ね。うん、ああ、なるほどね。なんでか、自分はもうハットかぶるか髪の毛セットするかのもう二択っていう感じなんですけど、はい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 、ほとんどハット被ってるんですけど。確かにね、ちょっと気分変えたいなって時とかは、まあ、七三、そうですね、パッパチッと、はいはいはい、パチッとセットしてるっていう、その二択ですかね。そこはもうちゃんとしてるっていう、あ、はい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 、結構こだわってやってるって感じ。あ、じゃあやっぱり頭と靴で締めてあげるみたいな。そうするとこの自由度も広がるので、選べる服も増えてくると思うので。確かにね。ここは何か固定することによって、うんうんうん、服の許容もすごい広がるので、はい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 、楽しめるのかなっていうのもあると思います。わかるね、素晴らしいですね。素晴らしい。さすがコーデの弟子。一番弟子。一番弟子なんで、しっかりしとかないと。なんかおしゃれに見えるポイントって、そういうとこに気を使え、はいはいはい、うかっていうか、いや確かにバランス感って大事じゃん。夏の太さ一つにとっても、うんうんうん、そのなんかどっかで締めるポイントとっても、はい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 、アクセのバランスとか、うんうん、そこに気を使うかどうか、うんうんうん、でどんな衣服着てやっぱそのバランスが良くないとかっこよく見える、うん、トータルじゃないですか結局、はい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 、で特に夏って、うん、アイテム数が少ないからね。そうなんですよ。その、うんうん、ね、あのレイヤードとかしづらいからこそ、はい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 、多分結構そのままのバランスっていうのが結構大事かなとかと思うんで、確かに確かに、うん、だからなんかこう髪型パチとか革靴履くとか、うんうん、こうボタンの開け方とか、いやそうや、なんかやっぱそのまくり方とか、うんうん、なんかそれでので、うん、やっぱ雰囲気出すって方が結構難しかったりするからこそ、ね、そこにこだわるって結構大事だなとは思いますね。そうだから僕はデニムしか履かないじゃないですか、うんうんうん、なので人のデニムの履き方をめちゃめちゃ見るの、でやっぱりこう、まあ、サイズだよね、うんうんうん、ウエストのサイズとレングスと、うん、あと、ロールアップの仕方、うん、おうもう人のやつ、俺まあ癖なんだけどこれは、うん、もうほんとすれ違うやつ全員見るぐらい見ちゃう、うん、デニム履いてるの、うん、俺が好きだから、うん、で、そうじゃねえだろってやつがめっちゃいる、うん、別にその人の着こなしだから俺がどうこう言うわ、うん、ね、俺がどうこう言う問題ではないけれども、うん、なんかね、いや違うだろみたいなやつがめっちゃこう多いもん、うん、そうじゃないのよみたいなそこ気をつけようよみたいな、うん、でなんかすげえ良さそうなジャパンブランドのデムとか、ね、うん、まあ、流行ってるから、はい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 、だいたい分かるじゃん、うん、見た目でもね、うん、ステッチのね、ステッチとか、あのバラ、その、ね、バランスで見たら大体分かるから、うん、いやそれ履くんならそう、うん、そっちののみたいな、うん、超おせっかい、本当そうです、超おせっかいだけどやっぱ見ちゃうね、うん、結構僕ら、僕はそうなんですけど、うん、やっぱりトップスよりも、はいはいはい、ここの靴と、うん、そのパンツの太さとかのバランスはすげえ見るんで、やっぱなんかおしゃれは足元からって言いますけど、いや本当になんか服好きになればなるほど、うん、なんかよ、なんかそこの大事さをよりし、うん、なんか身に染みて、はいはいはい、確かに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 、うん、っていうのはあるなと思うんですね、うんうん、俺ベースが、まあ、ブーツと、うん、まあ、このブラックデニム、うん、で
ジャストサイズみたいな、うんうん、俺これこのパンツが一番履くんだけど、はいはいはい、これに対してトップスってピタピタでもいいしオーバーでもいい、うん、確かにそうですね、だよね、はいはい、だからそのパンツのバランスを一つ持っておくとすげえ楽なんだけど、なんかね、みんなね、やっぱオーバーサイズデニムに逃げますから、そうじゃないよ、それすっとこうバランス取りづらいぞみたいなのはもうめちゃめちゃ思うね、おせっかいおせっかいだけどね、気になっちゃうんですね、めっちゃそう、めちゃめちゃ気になっちゃうね、俺はやっぱデニム好きだからね、他のパンツはあんまり思わないけど、チノパンとか、あのペインター履いてるとかは、うん、あんまりこう、あ、かっこいいねとか、うん、まあ、なんかあんまり何も思わないんだけど、デニムに対してはやっぱ俺思う、人のデニムめっちゃ見ちゃうね、うんうん、そのバランスなんですかみたいな、アイテム単体で褒められるより、うん、あのこなしじゃん、そう、がかっこいいよねの方がやっぱ嬉しいというか、そうなんですよね、だからちゃんとかっこよくこなせてる人見たらね、うん、やっぱおい、なんか声かけたいぐらい、いいっすねって言いたい、確かに確かに、うん、でそういうのがあるとやっぱね、2人は接客もしてるんだ、うん、まあね、こなしを見て、うん、ね、こう、あ、こういう人はやっぱこの提案したいよねとか、うんうんうん、まあやっぱあるわけじゃん、そうなんですよ ね、うん、ね、今なんかいろいろ駆使して変えるようになった時代じゃないですか、でもそれって、うん、なんかアイテム単体でかっこいいは変えると思うんですけど、うん、それのこなしまでは分かんないじゃないですか、お店に来て、はい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 、それって僕らがいる意味というか、そうそうそう、お店に来てくれるからこれね、このバランスが合うよとか、でもそういうの、まあ、こっちも勉強をよりこう高めていかなきゃいけないなと思うんですけど、なんかそうで、うまくこう着こなせてる子っていうのがどうしてもこう少なくなってしまう時代じゃないですか、確かにね、アイテム単体で買えるからね、そうそうそう、このパンツが欲しい、例えばリーバイスのシルバータイムが欲しいとか、エアフォースが欲しいとか、多分そういうのあると思うんですけど、でもそれをかっこよく着る子なすってなった時に、なんかそれをこう、なんだろう、アドバイスしてくれて相談できる人がいた方がいいじゃないですか、確かに確かに、そこがね、なんかこう頑張れる、なんだろう、源というか、僕らの意味なのかな、だから実店舗がある意味ってそこだからね、そうですね、あ、やっぱ提案力だもんね、うん、提案があってこその実店舗だから、うん、シルバータブなんてめちゃめちゃ履きづらいぞ、やぼったいぞそれ、うん、みたいな、日本人の体型それってあんまりだぞ、うん、みたいなのがやっぱあるもんね、ありますね、ただそれもトップスコアの方がいいねとかは提案 ね、うん、ね、2人はできるから、 そうですね、でそこがまあ実店舗のバリューというか、うん、強みみたいなところはやっぱあるもんね、うんうん、一度ねこう実店舗に足を運んだ、うん、どう、だからその着こなし分かんない子も多いじゃん、うん、アイテムはあるけど、うん、どう着たらいいんですかみたいな、うんうんうん、でそういう人はねやっぱりね店員さんに聞いた方が早いんだよね、うん、そうです、ね、実際に僕もやっぱ聞きますし、ね、かおしゃれな人、お客さんだったらなんかやっぱ聞いたりする部分とかあると思うので、なんかまあ多分そういう時代の人たち、でも30超えてる人はね、そうなんだよ、そうなんですよ、ね、やっぱり実店舗で店員さんに聞くっていうのが早いんで分かってるから、うんうんうん、そうですね、だから僕店で買うのもすごい好きですしね、話すの聞きに行くのも、はい、ああ、いや、そう、はい、俺はネットで買い物しないから、そうですよね、そうっすね、そうなのよ、うん、そこが俺そこ理由だから、やっぱりね、かっこいい人から買いたいとか、うん、おしゃれな人から買いたいっていうのが昔からあるから、ネットであんまり買わないっていう、確かに、そうですね、世代的には自分の世代とかだと結構ネットで買う人が多かったりするんですけど、うん、もうだってメルカリネイティブ世代でしょ、そうだね、うん、物心ついた時からメルカリあるでしょ、うん、そうですよね、うんうんうん、けどメルカリで買うものとかは結構こだわってこれっていうものがあった時にしか買わないので、うん、ああなるほどね、自分の中である程度のこだわりを持ってから絶対買ってるので、はい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 、ああなるほど、店舗で見つからないとか、うん、まあそれもあるね、うん、それもある、それもある、うん、店舗である場合は絶対店舗で買います、はい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 、絶対1回自分の目で見たいですし、いや間違いないよ、うん、1回着てみたいですし、はい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 、っていうところがあるので、うんうんうん、ネットで買う方が失敗しやすいという、まあそうだよね、意外と届いたら違ったなとかもあったりするので、はい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 、なんで実際に見てっていうところの方が世代的には違うかもしれないんですけど、自分は完全にそっち側の人間、あーなるほどね、なんでこの JFK に来てその提案っていうのにハマってこのスタイルっていう今のスタイルがあるので、はい、確かに確かに、そうです、確かにな、店舗に行く意味っていうのは
すごいあると個人的には思いますけど、うんうんうん、確かにね、やっぱまあ2人は店舗に立ってるからなおさらね、うん、そうですね、うんうんうん、その店舗で買う価値みたいなのをね、うん、自分で提供しなきゃいけないし、うんうん、それも知ってほしいよね。そうですね、うんうん、僕らも店舗に行くことで他の古着屋さんとか行ったりとかして、うん、店員さんと話したことで気づくこと、あ、こういう観点で服を見てるんだけどそここだわったら超なんだろうかっけえなとか、なんかそういうなんだろう僕らがこう見えてない部分とかもまたこう教えてもらいたいとかするんで、そういう感覚大事だな。いや、めちゃめちゃ大事だよ、すごい思います。いやだからそこがやっぱ実店舗の強みだもんね。そうですね。あ、うん、いいですね。いい話できました。今回こんな感じでね、はい、終わりますよ。はい、いや、いい話できました、なんかね。そうですね。深い感じのトークも。ということで、まあ、2人には全然またね、あの動画協力してもらうんで、またよろしくお願いします。はい、今回こんな感じで、はい、終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。